はい、皆さんこんばんは。X リーグ情報番組 X タイムの時間になりました。X リーグの情報をゆるく、そして、お伝えする番組となっております。司会を務めます、よしです。よろしくお願いします。はい、こんばんは。司会を務めます、DJ の高木です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ね、高木さん。はい。X1 スーパー。はいはい。ウィーク2ということで、うん、いよいよというか、ね、2週目に入ってきたんですよね。うん。まあ残念ながらね、オール三菱の方はまだ事態が続いているので、はい。ね、残念ではあるんですけれども、オービックシーガーズがようやくね、今季初戦を迎えたというところで、はい。まあね、何しろディフェンディングチャンピオンとして非常に注目される存在ですし、はい。まあ、どんなゲームをしたのかっていうところね、振り返っていきたいなと思います。いきましょう。はい。ね、早速ですけれども、この、週末なんですけれども、週末というか、まあ、先週末、19、20、まあ、土曜は試合なかったんですけれども、19、20で、試合があって、19日、はいは、パナソニック、インパルスと、野島、相模原、ライズ、はい、エキスポフラッシュフィールドで、はい、対戦したと。で、19日、第1カッターフィールドで、オービックシガルズ、というの、はい、チャンピオンですね。で、IBM ビッグブルーが対戦したと。はい。はい。で、20日、月曜日、これ祝日になるんですけど、富士通フロンティアーズと、東京ガスクリエイターズが、試合をしたということで、早速ですけれども、いつも通り、見てみましょう。はい。はい、ということで、19日になったパナソニックインパルスと野島相模原ライズの試合ですけれども、結果、24対10。はい。ということで、前半7対3。で、3クォーター終わって10対7。で、まあ、4クォーターに17点を入れて、はい、少し、まあ、パナソニックが突き放したという結果になったんですけれども。そういうことですね。いや、非常に面白い試合にはなりましたね。接戦というか。大接戦。はい。はい。いいゲームですね。いいゲーム。で、スタッツリーダーの方は、まあ、このような、メンバーになっておりまして、パナソニックのミッチェル選手が、まあ、ランも、パスも、まあ、レシーブですね。レシーブも、チームの中で、まあ、トップの記録を出していたと。うん。やっぱりこの2タッチダウンが効いてますね。しかもね、アベレージが、ランでね、1回あたり10ヤードですからね。はい。ファーストダウンっていう、そういう、ランアタックを見せてたっていうことですよね。はい。そうですね。はい、一方で、野島相模原ライズは、吉田選手が15回100ヤード。はい。これも素晴らしい記録ですね。これも素晴らしいですね。うん。うん。まあ、ロング59ということで、ちょっと吉田選手のランを見ましょうか。あ、ロング59の。ここから抜けますか。よく追いつきましたね。辻選手ね。いやー、確かに。ここでも完全に一回止まってるというところですけど、まあ、辻選手も早いですね、これは。辻選手も早いですね。まあ、これフィールドゴールに、なったというプレーですけど、これ抜けてたタッチダウンですからね。そうですね。うん。これ素晴らしいな。辻選手がやっぱりプレー増えなるまでやめてないってことですよね。まあ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 、そうですね。ね、うん、褒めるところがちょっと違うのかもしれないですけど。はい。はい、辻選手がいなければ、もうこれ完全にタッチダウンでしたからね。タッチダウン。はい。はい、
で、そうですね、レシーブの方は八木選手、5やは回、り、まあ、やっぱり、2試合5連続で回、スタートリーダーですそうですね、58ヤード、1タッチダウン。ね。まあ、やはり球際の強さっていうのは持ってまもうすよなんでしょうね。こうなってくね。ると、やっぱり、もう本当に、もうなんだろうな、その八木選手って、はい、見こてのみま数しょう年でか。何人もね、ライズ、クォーターバック変わってますけど、で、いずれもね、アメリカ人のクォーターバックですが、本当にこう、必ずそのホットラインを形成しますよね。そうですね。まあ、ここの外にいるレシーバーですね。で、ちょっとまあクロスして、ただいろんな選手がターゲットになる中で、やはり最後はやはりコースか。なるほで、ど。これで、まあ、野島、相模原ライズしながら、逆転相手はをパスで決めるという。したそうと。ですね、パスを。まあ、ゴール前でこういうパッケージを持ってるってことですね、野島はね。素晴らしい。いや、素晴らしい。東京で走り切ったというシーで、ンですまが、あ、やはり、このシーンも見まあ、せそうるいっかたどうとか。ころで、相手、最後、ディフェンスを振りまあ、切っこての、持ちは、ミッチェル選手のランこちもらで大きく素晴らちょっとしい。ずれるシーンまあ、ちょっと、この2つ目でちょっと勝負ね。抜けたら止まんないですよ抜けたね、ら。ミッチェル選手ライはス抜ね。けたら。あと、なんていうんですかね、やっぱり一人のタクラでは止まらない選手なので、まあ、やっぱり一試合に一回ね、こういう場面がそうで起きすますよね。ね。とにかくタッ来まクルしたされてもね、ね。強いのまあ、ちょっとサードワンっていうことで、まあ、野で。島さんの方が、もう前で止めようということで、人を集めてっていう、まあ、そういうサインで、多分マンツーマン引いてて、で、一人、まあ、ちょっとホールが、穴が開いて、そこを抜けると、これ、ホールが逆だったら、ドンピシャでロスタックルでしたけどね。このあたりはやっぱり、まあ、勝負にいっている野島相模原ライズって感じでしたけれども、特選はコメント来てます。ライズ応援してますということで。いやー、楽しみですね。もうこれからの戦いが。楽しみですよ。手応えまあ、つそかんの、だんじゃないですランニングバックかね。の吉田選手も、まあ、軸と、ランの軸となって、今季活躍してますので、なんかこう、攻撃の軸がはっきりしてきたのかなというふうに。そうですね。まあ、これから、本当これからですよね。これから。で、スタッツの方、24対10。まあ、ラン獲得ヤード130。分ないですね。パス獲得ヤードで言うと、225。まあ、トータルでは、野島正文ライズの方が、まあ、リードという言い方もおかしいですけど、まあ、タイムポジション。まあ、ボールを持ってた時間ですね。これも、多かったということで。ターンオーバーがちょっとね、3で、このあたりが、勝敗を左右したのかなというのも、まあ、こういった結果になりました。で、まあ、結果としては、パナソニックインパルスが2勝。で、次節は IBM。野島相模原ライズはエレコムということになりますので、これ面白いパネここも面白いですね、本当に。非常に楽しみですけれども。そしたら次の試合行きましょうか。オービックシグラス IBM。結果で言うと、41対20。まあ、前半終わって31対6ということで、そうですね。まあ、少し前半で
ガッと開いたのかなという。そうですね。はい。ちょっと意外な展開ではありました。はい。はい。で、ランでは、望月選手は7回。はい。48ヤード、49ヤードのロングが。だからこれ、つまり他はロスをしてるってことにはなっちゃうんですよね。まあ、49ヤードの長い独走があって、はい、あとは割と抑えられてしまったというか。ただ、まあ、この一発は大きかったと思いますよ。そうですね、このプレー。はい、はい、存在感見せましたね。早いんですよね。早いし、強いし。はい。面白かったんじゃないですかね。本人も。久しぶりの。うん。っていうところで。まあ、やっぱりどうしても短いヤードをね、しっかり走ってねっていうところで登場する機会が多いんで。はい。はい、今ね、やっぱり自宅選手がいませんから。はい。ね、いろんな形で起用されることを想定して、これはすごくこう、コーチ陣のアピールになったんじゃないですかね。ですね。はい。望月選手は、175センチ、94キロ。はい。でかい。重い。でかい。いや、めちゃくちゃ強いですよね。はい。で、この、ロクレ選手と、はい。ハーフ選手のホットライン。はい、これが炸裂した試合になった。炸裂しましたね。前半はって90ヤードぐらい稼いでたんじゃないですかね、多分。この2人でね。この2人で、はい。そうですね。しかも2タッチダウンですからね。ですね。前半だけ。はい。うん。もう素晴らしい活躍。もうこれから、まあ、どういったプレーを見せてくれるのかっていうのは、本当に楽しみになってくるんですけど。実際にこれは一番初めのタッチダウンですね、はい、まあ、ここのプレイヤーですけど、はい、もうこれでこの高さをね、利用されると、日本人とか関係なくちょっとつけるディフェンダーいませんからね。ほぼリーグ最長身ですから、ね、はい。しかも、ウンチも長いんでね。ここでハイボール投げられると、ちょっとね、守れない、ね。いやー。やっぱり、あとあれですね、はい、昨年と違うのは、ディープターゲットになってるってところだと思うんですよ、ハーフセンターね、はい、うん。これまでは、まあ、ミドルゾーンまでの短いところを、短いところから、まあ、まあ、そうですね、10ヤード、15ヤードぐらいのところを、まあ、主戦場としていた、パスターゲットとしてはね、はいはい、そういうところになっていた選手なんですけれども、まあ、今の立場、タッチダウンパスもそうですが、やっぱりこう、ディープターゲットになったと。長い距離を、うん、なんでしょうかね、その、そこで結構、まあ、活躍するようなパスコースっていうのが、増えてるなという印象なので、はい、うん、ちょっと相手のね、セーフティーとかはちょっと戦々恐々じゃないですかね。まあ、誰がマークするのかって、誰がつくのかっていうところも、はい、チーム悩むポイントかもしれないですね。しかもね、うん、早いんで、実は。ストライドが大きいんで、はいはい。ね、その、すごい素ばしっこい感じはもちろんしないですけど、はい、実際に進んでる距離が大きい分、やっぱりすごくこう、早い選手なので。198センチ。はい。107キロ。はい。しかもブロックできるんでね。すごいですね。はい。これからちょっとこのホットライン、注目かなというふうに思いますけどね。うん、で、IBM の方では、白根選手が、はい、まあ、6回キャッチですか。そうですね。たくさん名前が出てきましたよね。そうですね。はい。まあ、ポイントポイントで、ナイスキャッチをしてて、はい。まあ、ゲインを重ねていたということで、はい、
まあ、これからも、IBM、非常にいいレシーバーが多いですのそうですで、ね。正本選手を中心にどういったこうパスをデリバリーしていくのかっていうのは注目かもしれないですね。この試合で53回ですか？53回って、クラフトヘッドコーチが現役時代でも53回投げた試合ってまずないんじゃないですかね。そうですね。ちょっと見たこなとかなないい数字ですですね、ね。と。はい。はい。まあ、スタッツで言うと、まあ、このような結果になっていたと。ラン獲得より122ヤード。オビックがパス獲得ヤード262ヤード。まあ、攻撃総獲得ヤード384。まあ、まあそれにもう、対して、ね。IBM は71ヤードと256ヤード、327ヤード。まあ、IBM も、スタッツはね、悪くないですけれどそうも。ですね。やっぱりね、まあ、両チームともですけど、これちょっと反則がね、ああ、本当ですね。多いです11ね。回11と9回。回で。こ両のチー反ム則。合わせても、普通は大体この片方の数字に収まるぐらいだったりするんですけど。確かに。なんだろう。まあ、そんなにこう、ダーティーなイメージはなかったですけど、でもまあ、アンスポーツマンライクコンダクトとかもありましたしね。この辺はちょっと今後の、また競った試合が当然続くと思うので、その際には、こういうところがまあ、泣きどころにならないといいなとは思いますね。そうですね。はい。では、次行きましょうか。次の前に、次のあれですね。オリックスシガーズ、これは野ま島、た。相模原ライズ、はい。IBM パナソニック。いいこカーれド。は面白い。いいカード。本当いいに面カード白い。ですね。はい。どういった試合になるのかっていそうですね。IBM はパナソニックとは、割とこう相性いいんですよね。そうですね。そうなんですよ。いつだったかな。なんか、すごいいい試合ありましたね。この直近3回ぐらいの対戦はいずれも、接戦でしたし、なんなら IBM が勝ち越してるような印象もありますけどね。楽しみですね。楽しみですね。注目ですね。野島さん、ミラライズとオリックスシガーズ、パナソニックと IBM ということで。で、続いてが、富士通フロンティアス、東京エスクビエンタス。これがまた熱い試合になると。まあ、いやー、得面点白見い試て合みてでしも。たね。東京ガスがね、やはり前節のね、ねえ、こ71の、そ対うそう0かそう、ら、そうなんですよ。どこまで吹き前飛ばす節が71対0ですからゼロでね。すからね。どこまでで、浮上するかと。もう、前半終わって10対15。まあ、トータルで言うと22対32と、そうですね。いうことになりました。まあ、最後ちょっと開きましたけどね。まあ、そうですね。いやー、本当に。まあ、コメントありがとうございます。東京ガス、いい補強をしましたよね。ということで。そうなんですね。スタッツで見てみると、わかる通り、まあ、素晴らしい記録が出たという感じですけどね。富士通は、その活躍すべき選手が持てる力を存分に発揮したなって印象ですね。この選手はしっかり100ヤード走ってタッチダウンを2つと。で、吉本選手は、この試合、キレキレでしたよね。これ素晴らしかった。キ本レ当キに。レでした。なんか、2回しかボール持ってないなんていう、で、ボール取ってないっていうイメージ。まあ、リターンも、いいリターンがあっありたんますね。で、ちょっとあれキですレけど、キレでしたね。ファーストプレーですね。そうです、そうです。いきなりファーストプレーが、ちょっと待ってくださいね。出るかな。まあ、吉本陣平選手、高木選手、これじゃない。
すみません。出ないかな。なんかね、無難に、何プレイから入るかなと思いましたけどね。そうですね。ね。これか。しかもね、ここからですよ。まあ、ほん、強いっすよね。強いですね。キレキレでしたね。いわゆるすごくタイトなフォーメーションからの、まあ、ポストですよね。うん、こっからはやっぱり真骨頂って感じだな、取ってからの。はい。いわゆるパンチフォーメーションから。いいボールでしたよね、またね。うん。吉本選手のスピードを殺さずにリードボールを投げて、はい、そのまま走らせると。もうこれを見たときは、あ、これまた、富士通の一方的なゲームになるのかなーなんて僕は思ってしまいましたけれども。はい。そうですよね。うん。そこで、まあ、すごく、まあ、活躍というか、はい、なったのが、エヴァン選手とナムディ選手。はい。このホットライン。ナムディ選手は、まあ、昨シーズンは2試合しか出てないんですけど、まあ、正直ちょっと、孤立しているというか、なかなかね、ボールが飛んでこなかったり、ボールが飛んできても、うまくキャッチができなかったりとか、活躍の場面がなかったんですけど、いや、今年はやっぱり、まあ、チームにも慣れたのか、またこう、はい、ね、素晴らしい QB が入ったことで、相当活躍してますし、これから楽しみですね。相手チームにとってかなり脅威になるんじゃないですか、ね。かなり脅威ですね。はい。ナンバー2レシーバー。はい。もうこの完全高さも活かしながら。これはもう。井田選手が呆然としているという。ね。ボールが素晴らしかった。あの時間帯的にも、はい、ここで7点追加しておいて、そうですね、前半終了、はい、フォースダウン1、そうですよ、ギャンブルですからね、これ。素晴らしい、素晴らしい。なんかここアメリカの風が吹きましたね。はい。アメリカの風が。で、まあ、投げるのもよし。はい。エヴァンス選手。はい。まあ、この日。これもね、一回ゴール前1ヤードまで迫って同じプレーをやったんですよね。はい、はい。確かその時にリーガルフォーメーションかなんかで5ヤード避けられて。うん、うわーってなってたところで、もう一回自分で同じプレー、おそらく同じプレーで、5ヤード、はい、まあ、6ヤードを、中央突破して、立ち上がるというプレーなんですけども。いやー。この日、そう、小泉選手10回33っていうふうに書いたんですけど、はい、エヴァンス選手は14回、66ヤードですね、はい、1タッチ。おー、うん。まあでも、でもというか、エヴァンス選手の実績を考えたら、はい、まあ、まだまだまだじゃないですよっていうぐらいの超大物なので、なんかあまりそのあたり話題になってませんけど、はい、おそらく日本に来たアメリカ人のクォーターバックの中では、はい、実績ではナンバーワンじゃないですかね。はい、まあ、ACC っていうね、カンファレンス、なんだ、例えば、まあ、クレムソンが一番さ近年では強いですけど、まあ、2016年に、エヴァンス選手が3年生の時ですね、に、まあ、バージニアテックという大学のスターターだったわけですけど、その時にその ACC のチャンピオンシップにチームを進めて、そこでクレムソンと当たるわけですよ。その時のクレムソンっていうのは、全米王者になってますんで、そのクレムゾン大学を相手に42対30、このワンポゼッションゲームをやってのけたのが、このエヴァンス選手なんですね。で、
当時の映像を見ていると、やっぱりちらほらとですね、今回、見せた、ランプレーであるとかっていうのは、バージニアテックのパッケージの中に入っているところなんで、はい、今後、東京ガスのゲームの中では、ひょっとするとそういうバージニアテックでやっていたようなランプレー、あるいはパスプレーっていうのが見られるんじゃないかなと。はい。はい、まあ、おそらくですけど、もうちょっと体が絞れて、ここからすごくなってきたら、はい、はい、もうちょっと手がつけられなくなるんじゃないのかなっていうぐらい。ちょっと楽しみですね。はい。あ、林博明くんのランもすごかったですっていうコメントをいただきましたけど、本当そうですよね。そうですね。うん。なんか東京ガスは本当によくね、2週間でここまで立て直しましたよね。はいはい、広次選手ですね、はい。はいはい。いや、素晴らしかったですね。はい。スタッツで言うと、この日、林選手は、4回キャッチ。29ヤード。はい。はい、1タッチダウン。セカンドターゲットぐらいですよね、おそらくね。そうですね。なんかこう、ルート的に言うと、横に走る。はい。こう横に、フィールドをこう、横切るようなコースが非常に多かったなっていう感じがしますけど、はい。うん。東京ガスは、あとはあれですね。オフェンスラインが頑張ってましたね。あ、そうですね。うん。サックはなかった。1回。一回ですよね。一回、確か一回ですね。うん。一回だったと思います。いや、藤井さんの相手にね、はい、サック一回って相当ですよ。ラン獲得ヤード、武術が100ヤード。はい。パスが221。全くの互角ですね。はい、ラン98ヤード。パス227ヤード。うん。ちょっと反則がね、特にフォルススタートがものすごく多かったですね。多かったですね。うん、はい。本当に。5ヤードの反則がね、デッドボールフォアで、はい、5ヤードの反則がすごく多くて、はい、あれがなければというのもね。そうですね。はい。コメント来ておりますけれども、東京ガス今季オフェンスコーディネーターも変わりましたって来てますけど、データブックの方では徳島さん。画面、映像で見る感じでは変わっているように見えましたね。はい、あ、そうですね。はい。はい、一瞬、通訳の方なのかなと思ったんですけど、コールシートを持っていたので、はい、はい。オフェンスコーディネーターなんだろうな。まあ、これ、僕がその、きちんと、確かめた情報ではないですけど、なんか、ハワイの方だという話も聞いてますね。うん。うん。だとすると、ロバスさんも、こう、そのあたりを見て、コメントくださったのかもしれないですね。はい、ハワイはね、ハワイ大が伝統的にそのスプレッドオフェンスに長けていますから、はい、その、まあ、ハワイのフットボールと、そのバージニアテックのフットボールが融合すると、ちょっと面白い、独自な、しかも破壊力のあるオフェンスが見られるんじゃないのかなというふうに思いますね。だから東京ガスはちょっとこれから、はい、まあそれこそエリアの警視庁のように、はい、要注目チームですよね。ガゼン。その東京ガスは、次節はエレコム神戸。はい。これ楽しみじゃないですか。これ楽しみですね。楽しみでしかないですね、俺は。0対71から32、はい、まあね、22対32まで。はい、もうスタッツ互角ですからね。そうですね。実は相手です。ビッグ IBM、はい、うん。今後の東京ガス面白いですねっていうコメントも入ってますけれども。楽しみで仕方ないですよ、ね。楽しみですね、ちょっと。はい。なんかね、切ってないカードたくさんありそうですもんね。ありそうですね。はい。まあ、しっかり、まあ、エレコム神戸も準備してくるんじゃないかなというふうには思いますね。はい。はい、お、コメント。どこをチェックしておけば楽しめますかという質問ですけれども。これは
どうでしょう、チーム名ってこと、チームってことですかね。どのチームをチェックしておけば楽しめますかってことですかね。はい。それとも、各チームのこういうところを見ておくと楽しめますよっていう話なのか。まあ、東京ガスじゃないですか。うん。うん。まあ、東京ガスであれば、まあ、やっぱり、ね、エヴァンス選手が、ここからどこまで、調子を上げていくのか、そしてその彼と一緒に他の選手のレベルもガグッと上がって、はい、いよいよそのね、まあ、これからなかなかず、まあ、常にね、ある意味上位陣との戦いが続くわけですけども、そうですね。どんな試合をしてくれるのか、うん、富士通を物差しにするとワクワクしますよね。うんうん、ちょうどね、富士通と試合が終わった後の最後のまあハドルっていうまあみんなが集まって振り返りをやったりするので、まあ、それも非常に長かったですね。まあ、どんなことを言ってるのかはわからないですけれども、はい、まあ本当にここからが勝負っていうことを、うん、そうですね、なんかチーム内で共有して、はい、ここからの、ウィークさんからの、なんていうんですかね、躍進というか、どこまでこう、チームが変貌するのかっていうのは、そうです、ね、楽しみですね。はい。ありがとうございます。はい。こんばんは。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、富士通フロンティアズは、次節はオール三菱ということなので、不戦勝ということになります。で、ウィーク4、IBM が次節ということになりますね。はい。IBM、エレコム、パナソニック、オービックと。富士通、結構大変ですね。本当ですね。まあ、どこのチームもそうですけど、はい。うん。まあ、これから、そうですね。まず実戦は4週間空いちゃうわけですからね、ここでね。うん、ですね。はい。で、今週末は、エクサンエリアの試合がございます。25日が、ね、リアーズとブルーズ、デンツー、ブルーザイズ。はい。で、26日がパイレーツ、富士フィルム、朝日ビールと警視庁の注目ですね。警視庁がどんな戦いを見せるのか。そうですね。はい、で、西の方は朝日飲料とアスワン、はい、イコールアンフコアと名古屋ということになっていますので、ぜひ週末は X リーグということで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。どこが注目カードですかね。ああ、そうですね。やっぱり、まあ、警視庁と朝日ビールは、非常に注目カードになってくるんじゃないでしょうか。うん。はい。警視庁のね、こう、なんていうか、ひたむきな、はい。こう全員フットボールがね、はい。朝日ビールにどこまで、そうですね。通用するのかというところですけど。はい。まあ、警視庁自体が朝日ビールの後は、ここで勝利をすると、はい。アズワン、ブラックイーグルス、ブルーズフットボールクラブ、はい、名古屋サイクロンズという。なるほど。まあ、あとは、富士フィルムですね。富士フィルムですね。はい。まだね、もちろん一勝しかしてないんですけれども、はい。このね、一勝があまりにも鮮やかだったことから、非常にこう、期待が高まっている決勝なんですよね。はい。はい。で、それこそ、まあ、実績で言ったら、アサヒビール、シルバースターにはね、大きく、分けられてはいるものの、やっぱりこう、勝負分かりませんからね。勝負でね、はい、うん、あの試合を見たらシルバースターもやっぱりちょっと見方が変わったんじゃないですかね。そうですね、はい、ペンタオーシャンパイレーツを
物差しにすれば、スコア的にはほぼ互角ですからね。うん。うん。はい。楽しみにしていただけたらと思います。はい。はい、コメントも来ております。警視庁注目の選手はというご質問ですけれども、やはり、はい、キックオフリターンをした富澤選手ですかね。ああ、のリターンすごかったですけどね。すごかったですね。まあ、誰がっていうのもあれですけどね、あの、全員フットボールっていう感じで。そうなんですよね。スタッツを分ける感じがありますよね。ランニングバックとかは特に本当に、うん。そうですね。いろんな選手が出てきますし。僕はね、なんか個人的に7番の BB の大竹選手がね、好きなんですよね。中央大学出身。はい。なんか、はい。うん、楽しみですね。楽しみですね。はい。はいはい、コメント、はい、来ております。アメリカン経験5年だが、日本でやってみたいとあります。おすすめはということで、前にちょっと振り返ってみて、このコメントですね。これ多分、プレイングフットボールは、翻訳ソフトでフットボール、サッカーになってますけど、多分、ここで言ってるフットボールはアメリカンフットボールですよね、おそらくね。フットボールになるんで、はい、くださいね。よいしょ。まあ、ここに場所が書いてあるので、東日本、西日本。はい。この方がどこに住んでるのかっていう話もありますけどね。そうですね。で、X2、X3 も、こっちに、チーム一覧を設けておりますので、はい、まずは西か東か、九州かとかね。まあ、そうですね、九州、はい、名古屋。うん。まあ、あれですね、今はもう当然、そのトップシーズン、シーズンインしてしまっていますので、もちろんその今期の登録、そして出場というのは難しいと思うんですけど、特に X1 に関して言うと。はい。はい、ですけど、あの、なんでしょう、まあ、どこがおすすめとはなかなかその、この方のポジションもわからないし、ね、フットボールのレベルもわからないんですけど、はい。まあ、プライベートリーグでも、はい。やってるところはあるので、ぜひ ね、プレーをしていただけたら、だというふうに思いますけれども。ね、はい。大丈夫ですかね、これ、回答になってるかな。はい。LOE さんですか、はい。はい。はい。ということで、まあ、第2節、エリは、そしてスーパー終了しましたけれども、まあ、ここからですね、本当に。まあ、チームの、その、キーマンみたいなところも見えてきて。見えてきましたよね。はい。うん。ですので、まあ、ここからは、まあ、もちろん、その、対戦チームも、こう対策をしてくるわけなんですけれども、まあ、どういったこう準備をして
どんどんどんな試合をしていくのかっていう、はい。そうですね。そこは注目していけたらなというふうには思います。はい。はい。楽しみですね。はい。ということで、本日の X タイムはこれにて終了ということで。打線よろしいでしょうか？はい。はい。では、また、来週ですね、この時間にお会いできることを楽しみにしております。本日も X タイムをお楽しみいただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。